次はラジオの収録に行って、その後は…あら？タオルがないわ。更衣室に忘れちゃったのかしら。誰かいる？またごめんなさい。ここにタオルがなかったかしら。それじゃあ次のライブもみんなで頑張りましょうね。よろしくお願いします。いいわね、自己 PR もバッチリまとまってきたじゃない。ありがとうございます。そういえば書類審査用の写真は撮れた？あ、はい、こんな感じなんですけど。あら、ナチュラルでいい感じじゃない。写真はこれでいいと思うわ。でも実物の方を磨くことも忘れないように。写真と違いますねなんて言われたくないでしょ。確かに。でも他の子たちはみんな可愛いんだろうな。写真も実物も。不安になってきちゃった。日の森先輩みたいに綺麗だったらこんなに不安にならなかったのかな。アイドルは見た目でなれるものじゃないわ。アイドルはハートが大事なの。ファンのためを思って頑張る心、それがアイドルにとって一番大切なものなのよ。しずく、それって昔ある人に教えてもらったのよ。急に真面目な話をしちゃったわね。みのりちゃんはとっても素敵だから自信を持ってね。ありがとうございます。今日も疲れた。お疲れ様、みのりちゃん。今日も頑張ったわね。今日できなかったとこの確認ちゃんとやっておくように。いい？はい。いったたたたた。え、ちょっと大丈夫？あ、ちょっぴり足ひねっちゃったみたいです。でもすぐ治ると思いますから。見せて、みのり。え、はるかちゃん？よかった、腫れてはないみたい。でも湿布を貼っておいた方がいいかも。みのり、練習を頑張るのはすごくいいことだよ。でも無理はしないでね。うん、ありがとう、はるかちゃん。はるかちゃんって素敵だな。可愛いだけじゃなくて優しくってかっこよくって、やっぱり私はるかちゃんみたいな素敵なアイドルになりたい。だけどみんな元気がないんじゃないかなって気になっちゃって。